モンハンあるある、ミラルーズの怒り時に足まで硬化するのは立ち使いには死活問題である、あると思います。はい、おはようございます、こんにちは、こんばんは、はじめましての方ははじめまして、ポーゲーマーがライラガイでございます。さあ、本日もモンハンダブルクロスやっていきたいと思います。今回はこれですね、ソリューですね、ミラルーズですね、まあ、ミラボレアス、まあ、ミラルーズミラルーズでネットの方では書かれてたんで、ミラルーズって自分は言ってたんですけども、まあ、ミラルーズっていう、まあ、アッシュになるんですかね、このミラボレアスという形で、まあ、今回はソリューという形でこちらの方行きたいと思います。装備紹介の方は、こんな感じですね。今回は審判の翼、回心率 55% で、まあ、若干竜属性が、あります。ちょっと上がって今17ですけど、本来は10ですね。あとは相変わらずのネセと一式です。非常にこの状態だと雷大抵マイナス3なんでまずいんですけど、まあもうここまで来るともう飛躍が、回復薬並みの勢いで減っていくのは分かってるんで、もうこれでいきたいと思います。スキルの方はこんな感じですね。竜属性攻撃に、切れ味をつけて、心眼ですね。ちょっと足元を弾かれるんで、通常状態は尻尾でも弾かれて足は通るんですけど、怒るともう足元が全く効かなくなるんで心眼と、あとは頭を狙うための弱点特攻と超回心、こちらをつけて、挑みたいかなと、思います。はい、というところで、行きたいと思います。さあ行きましょう。まずは取れるものは取っときましょうかね。よしよしよしと。ちょっとまあ負ける可能性もあるんで、一旦オープニング取りという形でここまでで一旦終わらせておきたいかなと思います。まだ負けたらいろいろとお供とかスキルが変わってしまうかもしれませんが、ご容赦くださいませ。さあ、ミラルーツ戦行きましょうか。これで、4回目の戦いになります。1回目が撃退で、2回目が討伐できたんですけど録画されてなかったということですね。3回目は撃退ですね。なんで今回これが4回目という形になります。よし、これで取るものは全部取ったんで、まずは激流装を一発ぶちかましに行きましょう。おともちゃんちょっとこっちに来てね、お願いしますよ。よし来た、ズリズリ、もう一発来るな。よし来た、よし、まずは頭に3発はぶち込みたい。よし、5発いったな。いやいや、よいしょ、これはゲージを上げさせてくれよ。ギリギリ当たった、よかった。まずはちょっと、よいしょ、ちょっと回復、しっかりちょっと頭を狙っていかないと、こいつの場合はで、このタイミングで釣り足のタイミングを使っていけば、うわわわ、意外と頭にヒットさせられるんで、ここは有効に使っていきましょう。この
少ないながらでもしっかり足を狙ってやっぱダメージを与えていかないと。なかなかそのオッケー、ダメだなこれ。さあ引いてきた、ナイス、いいところに頭を持ってきてくれるね。この引き際を少しある程度分かった時にすごく便利だったんだね。こいつの攻撃をこういうタイミングで当てれるんだっていうのが分かった時って結構嬉しかったんですよね。まだ、うわあ、ちょっとゲージが、ちょっとゲージはやっぱりこれは行かせてここで回復させよう。よし、これはかわして、よいしょー、本当はこの頭を狙いたかったんですよね。ゲージがないのが誤った。これでいった、よーし、頭入った。よーし、そしたら高速台行きましょう。こっち向け、よし、これでいいな。ここでちょっと入れれるだけ入れておかないと。全弾放り込んだが一発だけちょっとミスったけど、まあまあ、いやー、猫パンチ来る？回復させておかないと何が起こるかわからないんで、ここは危ねえ。バリス、あー、ナイス、オッケーオッケー。どこだ、おー、2発打ち込んだ、 OK、 それはちょっとゲージをもらいましょう。さあ戻るな、よし、こちらも戻ろう。さあちょっと準備を整えて、ガーって言ってるあの2回目の時を狙っていけば意外と、ああ、もうでもバリスタ10発溜まってるんだ。打ち込んでいきたいけど、ここは怒ってないんで、どうぞ。おっしゃ、オッケー、ここかな、よし、ナイス、オッケー、いい感じ、いい感じ。ああ、ここはここでもろた、申し訳ないけど体力回復、ここは狙っていこう。いやー、
やいやいやいや、あー根性があったんだ。そうだ、あぶねー、よかったど根性かけたの。何やってんだ俺。ちょっと今動きがおかしいですね自分の。このままかわしてここら辺かな。あーなもうあーもう最悪。さあいや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 、ちょっと自分で下手くそ。何やってんの私。いやいや、ミスった。あーダメだ。よし倒れたな。よし、あーもう終わった。もう何やってんだ本当。もうコントローラーさばきがもうおかしくなってきてるな。だんだんそりゃ仕方ねえか。もう3連続でいってるもんなこいつ。あ4連続かこれで。いやあれは狙いどころだったな。あしかも外すし、おいぞおいぞ。ちょっとタイミングがずれてきてるぞ。これはまずい。おお。は使おう。もう早いに越したことはないんで、みんなこっち来て。上がったが、4発目というところかな。さあこれで来るな。おりゃ、いや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 、もうそんなとこで倒れるのやめて。なんとか当たった。
重傷って言いながら、いや俺は非常にまずい状態だよな。ああよかった。さあこっちの準備もこれで整えれるんで、ここで一気に準備を整えてしまいましょう。バリスタが6発分か、くそ惜しくったな。これはまずい。やっぱり危なかった。センターを打ち尽くしてる。ふう、あ、食らった。マジ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 、食らうとは思わなかった。くれっそー。よーし、 OKOK って言ってもこれちょっと距離がありすぎたな。あー距離がありすぎた。ダメだ、焦ったな。もう本当下手くそだよな。よし、おお、元か。くそ、頭だねえな。おい、何やってんの。ああ、いや無駄な、もう無駄な攻撃は受けるわ。切りかかりもできねえわ。最悪だなこれ。あーマジか。これは残念だけど、これまた合格だな。合格じゃないわ、撃退だな。このペースでいったらうまくいかねえな。よし、バリスタをこれで、あ、怒ってない。もうこれで、まずはゲージを一発上げさせてもらいます。ちょっと喉元だったけど、まあ、仕方がないな。おっと、マジか。なんかずれてきてるな。なんでしかも砥石してんだよ。もう終わってんな。Thank you.
よくわけわかんない感じだ。だいぶ疲れてるな。もう仕方がない、本当は顔行きたいけど。顔に行くだけの気持ちが完全に萎えちゃってるもん。よし、これぞ当たってくれよ。よし、当たった。よし、これでオッケー。いいえ、一発外した。いや、二発だけか。ああ、どうぞ。よーし、いやー、猫パンチ来たか。今度上？そのまま降りてくるってことはないよな。どっか飛んでいくよな、絶対に。あぶねえ。あ、降りてきた。これは狙って行きたいけどゲージが足らないんで仕方がない。いやー、きついこれ、きついよな。なんか非常にやばい状態に陥ってるような気がするな。よいしょ。おぞ。オッケー、頭入った。怒っちゃったね。これまずいんじゃないの？よし、一発だけ頭に入れるかな。どうした？おそ。やっぱりな、ゲージがねえって。こういうことか。よいしょ。よーし、激流走行きましょう。ちょっとみんなこっちに来るんだよ。おりゃ、行け。
カウンターに行くで、よっしゃ、お腹いけた。おそこあったんまに首か。よっしゃ、こっちトラも戻りましょう。あとは確かバリスタの弾が5発分なかったかな。そうですね、5発分だけありましたね。これを、あ、怒ってない。じゃあこのまま行きましょう。いや、この猫パンチ本当やめてほしいですけど、攻撃が途切れる。ここ行きましょう。バリスタを、よいしょ、ねえ、いや、外すかよ。外しちゃいかんでしょ。これをぶつけて落ちてくるなんてことはないな。やっぱそんなかっこよくはいかねえな。あとはもうちょっと申し訳ないけど、この戦い方しかねえか。さあ、まぜ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 。あの攻撃は使いたかったな。よし。わわわわ。落ちてこい。落ちてこねえか。そんなに都合よくねえよな。ちょっとずつでも当てていかないと。ああ、よかったー。ちょっとご一緒して間に合うかな。ちょっとまずい。 OK、 よかった。さあ、またちょっと細かく削っていきましょう。今たまたまですね。
ちょっと正念場だな。来たー、これ来た、おどー、やー、これもやっぱ入れないとほんと厳しいですよね。いやなんかもう微妙にダメージを受けるのほんと腹立つんだけど、落ちてこいボケ。ここだ、よいしょ、ここで狙い撃っておけば何発か入る。よっしゃ、入った、いやーそこでひるまないで、おー来たーって言っても、いやまずいまずい、これ撃退になりそうだな。よいしょー、これはもろた、オッケー、きたー、残り3分40秒あー最後は綺麗に決まったな、よかった。もう何遍もやり直すの嫌なんだよもうこいつ。これしかもちょっとミスったかな、あ、よかった、数秒の違いで頭を一箇所取れない可能性があるんで、もうちょっとやっぱ回避、武士道回避をこう綺麗にできたらの話ですよね。やっぱりまだまだダメだよなこれじゃ。よーし、クリアできた。まあクリアはしてるんですけど、討伐、あ、だわ、3回行って撃退討伐撃退と、でなおかつ討伐の時に限って、録画が動いてないっていう、すんごい情けない状態でしたからね。終わった、よかったこれでこれで2つなに宣伝できる。まあ、GX ミラルーツとかもあるんでそっちも行かなきゃいけないかなと思いますけど、とりあえずこれで古流編が全て、終わりましたんで、2つ名の方ですね、はい、これが全部終わりましたんで、
これからは二つ名の方に専念していきたいかなと思いますんで、よかったら二つ名編の方もまた見てやってください。もうすでに青柱とウルクススの方は上げてるんですけども、まずそれ以外は全然上げてないので、よかったら二つ名編こちらの方もまた見てやってください。はい、というわけでちょっとぐちゃぐちゃな4回目ですね、4回目の討伐でなんとか行くことができました。散々な結果かもしれませんけど、まあ、よかったら立ち後ろの方、ご参考にしてみてください。はい、というわけで今回はこんなところで終了です。それではバイバイ。